開けてはいけない扉を開けてしまいましたね。特別な夜が始まります。もう後戻りはできません。ちょいと危ないお話でございます。今から言うに10年以上前のことになりますが、私その時分北海道の札幌というところで売れない役者家業でありまして、まあなんせそれだけで食えませんから、アルバイトと二重生活だったわけですが、忘れもしない8月の25日夏の暑い日であります。バイト代がいくばっか入りまして、早速同じ役者仲間で同い年、仮に村木と山下とさせていただきますが、男友達に電話を入れましてね、今夜一杯やろうじゃないかということになって、夜の街繰り出しますと居酒屋さんに入って乾杯と酒を酌み交わしておりました。3杯もやるとだいぶ酔いが回って、でそのうち何の拍子か村木がボソ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 とこう怪談話を始めたんです。実はこの村木というのが大変な怖いもの好きということがあって、でこれが役者ですからな、話しぶりがいいと思わず聞き入っておりましたら、今度山下が俺もある、で今度白谷がやれなんてんで、男三人膝を突き合わせて随分と盛り上がっておりました最中に、村木がひょいと顔を上げて、白谷さお前話どのぐらいあんの？俺か？30ぐらいかな。そうか。山下は？え？俺かい？ね、もう俺もそのぐらいあると思う。そうか。百物語できるな、と言うんです。百物語というのは、ご存知の方もいらっしゃるでしょうけれど、まあ、夏の風物詩、肝試しみたいなもんですね。怪談好きが夜集まる。ろうそくを100本用意しておいて、で全てに大菓子を飛ばしておいてから会を始めます。ルールは1話終わるごとについている大菓子を1本ふっと復帰していくという、じゅんぐり回していって最後100話目終わってふっとろうそくを復帰すと、あたり明かりがなくなって真っ暗。怖い話に寄せられた何かがその闇の中にぽっと姿を現すよ、なんと言われている。まあお遊びみたいなもんだと思っておりました。なんせ酒に酔っておりますから、いや面白いな、やってみようということ。まあそれでもその日は一杯入ってますし、もう随分遅い時間でありますから、じゃあ日を改めようってんで、その週の日曜日です。村木の住んでおりますアパートの一室集まって、夜の10時スタートで朝までよっぴいてやろうじゃないか、いやいや面白い、そうしようと約束して3回となったわけですが、なんせ酒の席での話ですから、こっちは本当にしてなかったんですが、日曜日の夜9時過ぎになって電話来ましたよ。相手が村木からです。こっちはすっかり九段のことは忘れておりますから、何の気なしに、はいもしもしと声を入れましたら、お何してんの？何もしてないけど、どうした？お前忘れてんだろ。今日百物語だぞって言われて。なんだお前本当にやるのか、やるよ。もう山下来てるんだから、お前うち知らないのに連絡も来ないし、おかしいなと思ったんだ。これから住所言うからメモに取れって言うんです。これはもう何もしてないと言った手前、断りようがありませんから。致し方ない。聞き取って住所をメモに。電話を置くと9時20分でした。大慌てで支度を整えて表に出る。と、この晩、音もない雨が、と降っておりまして、傘は開けて、もらった住所を頼りに、とく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 進んでまいります。道すがら、だんだんと嫌な気持ちになった。百物語が嫌だというのもあるんですが、実は村木の住んでるアパートというのは、
いわくつきの事故物件というやつで、これ偶然じゃない。そうした方面が好きな男ですから、わざわざ不動産屋を何軒も渡り歩いて見つけて住んでいるという筋金入りで、また部屋番号は404という、これは素人耳にもいい気がしませんな。困ったなと思いながらひょいっと顔を上げると、だいぶものすごいところに来て、あたり建物がほとんどない。となぜそこにという、ポツンと一本街路灯が立っております。でそのケブル明かりの向こう側、窓に明かりの一つも入っておりません、5階建てのアパートが一棟ポッと立っております。あ、この時間に明かりが入ってないってのは、あら人が住んでないから違うだろうと思ってやり過ごそうと思ったら、そこだった。あ、ここかよ、マジか。見れば確かに共用の玄関に明かりが入っております。立て付けの悪い引き戸をガガッガッガッと開けます。恐る恐る中踏み込んでみると、幅の狭い打ちっぱなしのコンクリートの階段がトーンと目の前。古いんですからエレベーターなんざありません。ガン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 。4階に着くとフロアもどこまでも薄くらい。じーっと呼び鈴を押すと、開いてるよーっと中から。そうか、じゃあ入るぞ。ガチャンガチャン、ザリッギー。おい、電気つけないの？中真っ暗なんです。いいんだよ、入ってこいよーと声がするからじゃあ入るぞ、バチャン。ドッ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 と中上がってって、ガチャッとリビングのドア開けると中も真っ暗で、その部屋の真ん中のところです。太い和ろうそくというのが一本立っていて、これにお明かしが灯ってぼーっと炎が揺らめいている。この炎を囲んで村木、山下、村木の彼女と3人車座になって、うっ、あ、びっくりした、なんだよ、あれ、ろうそく一本。ああ、これな、和ろうそくつって火の持ちがいいんだよ。最後までつけといてさ、100話目終わったら消すの、容量同じだから。それより遅いんだよ、始めるぞと息つく間もなく話が始まりました。なんせ朝の来る前に100話やりきらなきゃいけないんですから、一人それこそ持ち時間 2,3 分みたいなもんでね。あ、とにかくひたすらぐる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 回すという何倍でしたが、3周回って変なんです。村木、どの話やっても必ず話の最後はなんちゃってと締めくくる。まあ花のうちはジョークみたいな階段かなと思っておりましたが、どうもそういう感じじゃありません。気にはなりますけれど、お前それ、いや実は、なんと言うんで、ロスタイムが生まれて朝までに終わんなかったら、これは元も子もありませんから、まあなんとなく成り立ってるしいいかと、そのままうっちゃっと言って続けておりましたら、あっという間に夜中の2時近くになりまして、この時村木が話しておりましたが、村木の彼女です。ただ聞き役で付き合ってたもんですから、疲れが来てこっくりこっくり船漕ぎ始めた。村木気づかずに夢中になっておりますから、おい村木、ん、いやいや彼女寝て、あ、本当だ、あ、ごめん、ちょっと休憩、あのベッド連れてく、あ、そうしよう、そうしよう、あ、休憩しよう。これが初めての休憩。村木が彼女をベッドルーム連れて行っている間、山下と二人きりほっと一息ついた時に、安心感も手伝って、気になっていたのがポッと口をついた。山下さ、あれ村木、話の最後なんちゃってってのは何なんだろうな、気になるな。おお、1年前から。え、お前なんか知ってんの？いや知ってるってことでもないけど、前ちゃんとやってたよ。で1年ぐらい前からどの話やってまうだよ。いやいやいや、聞いたけど教えてくんないから知らない。
お前聞いたけど教えないってそれダメだよお前、それなんかあるんだよ、おいよせよ、ここ事故物件だろと言ってるところに村木がスッと戻ってきまして、ごめん俺だったよね、どこまで話したっけ、うん、村木さお前その話の最後なんちゃってっていうのは1年前からだって何えじゃないんだよな、いいよいいよ、今俺たちしかいないしさ、なんかあるなら教えてよ、いや、まあ、彼女いいからさ、そうじゃないんだよ、分かった、聞いたのそっちだからな、俺責任持てないからな、いや彼女彼女って言うけど違うよ、あいつに聞かれたくないんだよ、あいつ聞いちゃったらもう打ち来れなくなるからとこう言った、えじゃあやっぱりなんかこの部屋、あいやこの部屋じゃないんだけどお前らも来たろ、あのここのアパートの階段でなと言うんです、ちょうど1年前の夏のある遅い晩、雨降りだったそうです、傘を忘れて濡れネズミで帰ってきた、共用の玄関をカカカカカと開けてカン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 、いつも通り階段を上がってくる、3階の踊り場を過ぎて4階の階段にトンと一歩足乗せた時です、自分の背後でうっと空気が揺れた、最初風かなと思ったけれども、その踊り場というのには窓がない、なんだ今のと、ほとんど反射神経でひょっと振り返った時に今自分が通り過ぎたばかりの3階の踊り場にズブズブに濡れた女の子がこちらに背を向けてポツッと立っていた、あ、びっくりした、なんだ後ろから人が来てたのか、で、この女の子というのが微動だにしません、階層にその子も傘忘れたのかグズグズに濡れそぼっておりまして、指先からピッチョピッチョ雫が当たる、変な子だなと思って何気なくその雫を目で追った時に、ん？スカートの裾からはみ出ているその女の子の足です、真っ白だった、おまけに靴を履いておりません、素足で直に踊り場に立っておりまして、足元には水たまりができていた、見るとその水たまりにピチョと雫が行ってきたると、その水たまりが一回りごとわっわっと広がって、あっという間に踊り場全体水浸しになった、いけないこれは違うと思って、さっと目線をそらして見直してみると、水たまりごと女の子の姿が消えていった、ザバッと鳥肌が立ちました、まあせいでもそういった体験をしたいしたいと願い続けてた男ですから、ちょっとして本人喜んじまったのが運の尽きです、それからというのは雨が降る、遅くなると条件が重なりますと必ずこの女の子が踊り場に立つようになったといいます、いつも4階の階段にトンと一歩踏み込んでみた時に後ろにそっと気配を感じる、振り返りかけてやめるんです、肩越しにもう目の端に見えると、いつも何するわけじゃないこちらに背向けてただだまって立ってるだけなんですが、雫のタルト、どれほどに会議が好きだと言っても百発百中だったと言いますから、さすがにへきへきしておりました一月を、この晩仕事で遅くなった、朝からだよと曇った日で、雨が降ったら出ますから大急ぎかけて帰ってきたわけです、でアパートが見えたところまで来て雨が来ないから、ああもうここまで来りゃ大丈夫と細く緩めた途端、ドーン
とバケツひっくり返したみたいな大雨が来た。わあマジか、走ってよかったな。降ったら出ますから、後悔先に立たず、カラ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 出ませんようにと心の中思いながら、ガン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 、3階の踊り場を過ぎて4階の階段に、とでこの日気配がない、もう一段と、やはり平気です。いや、かえって違和感だった。あれ、いつもある気配がないな。あ、まあでもそうか、いつまで出るわけじゃないしな、やっといなくなったと気が緩んで、スイッと振り返った瞬間にピタッと体が動かなかった。それもそのはずです、ふっと振り返った目の前、花咲三寸の位置、九段の女の子、その日に限って正面向いてポツッと立っている。体が動かないんです。瞬きもできない。じっと見ておるしかないわけですが、そのうちにその女の子の前髪が何するわけでなく、はらっと分かれた後、脳天から額にかけてざっくりと割れております。ただ恐ろしかったのは傷跡じゃない、その女の子の目です。血に濡れていたのか、充血していたのか、白目がない、真っ赤だという、無表情な赤い目が二つ、じっと正面から自分を見据えている。おそらく実際にはものの 1,2 秒だったんでしょうが、うわーとようやく声が出た。声が出た途端体が動きましたから、そのまんまバタバタとかけていきまして、自分の部屋夢中で飛び込んで、バチャンガチャッと玄関の鍵を下ろしたところで、腰から下の力が抜けた。スタン、まだ明かりをつけない暗い玄関の蒲地に尻餅です。我知らず細かな触れが、やばい、目合っちゃった、連れてくれと思ったと言います。これ詳しい方はご存知かもしれない、向こうの世界の門と目が合うと連れてくることがある。体験こそありませんが、詳しい男ですから。なんせこの距離で目が合っている、どうしようどうしようと思うも足が動かないと、しんと静まり返った廊下のずっと奥の方から、ピチョンピチョンピチョン、まだいる、まだいる、大きくなってる、大きくならねえよな、雫の音なんざ大きくなりません。大きくなってたんじゃない、近づいてきてるという、ピッチャン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 、雫が立ってんじゃない、水に濡れた素足で廊下を向こうからこっちに行く。やばい、来てる来てる来てると思っているうちに、ピチャッと止まったのが扉の前。はっと顔を上げると、パナナナナナナパナナナナナナ、激しく玄関の扉叩かれた。助けてくれと思った時に、音も気配も嘘のようにふっと消えてなくなった。しばらく様子伺っておりましたが、特に変わりがありません。ようよう足に力戻って、ふらふらっと立ち上がった。でこの時ちょうど目線の高さにドアスコープありましてね、覗こうと思ったわけじゃありませんが、それは気になります。吸い寄せられるようにふっと顔を寄せて、ああ見なきゃよかった、
お察しの通りでございます。覗いた向こう、赤い目が二つじーっとこちらを見ていたという。まあただこのことを最後に踊り場に女の子の現れるという事案はなくなったそうです。人間のどもとすぎればという生き物で、ある時友達を5人うちに招いて、いや実は俺このアパートでついにこんな体験をしたと、この出来事を話して聞かせた。なんせ現場で聞かされてるわけですから、5人夢中になって、いやすげえななんて言っておりましたけれど、話し終わってそっと顔を上げてみますと6人いるという。5人しか呼んでない。でもどう見ても6人いるような気がしたと。でそれとなく端からこう数えていきますと、明らかに一人輪から外れてるやつがおりまして、バレッと目を凝らすと、それあの赤い目をした女だったそうでございます。まあ以来この話をきっちり最後まで話し切ると、話の最後闇に紛れてその女の子が話聞きに来るようになったと。本当にかよと言っていた時にカチャッと音が聞こえた。はっと見るとリビングのドアがピーッと開いたと、村木がスッと顔を伏せて、あやばい来てる来てる来てるとこう言う。来てるって何よ来てるって何よと言うと、キーッと開いた向こう、女が一人立っていてスッと中に入ってくると、ねえまだやってんのとこう。ああ何のことはない、村木の彼女です。便所か何かで起きたんでしょう。わざわざ外回りでもって向こうのドアから入ってきたって、それだけだったんですがね、タイミングというのがありますから。はあびっくりした、いや今はなしだよ。だお前村木何が来てるだよ、彼女だろ。村木てへって笑うかと思ったら笑わなかった。代わりにフレーズが変わったんです。みんなってそっちみんなよとこう言う。みんなっつったってお前彼女と、もう一遍そちらをひょいっと見た時です。彼女が中入ってきて抜けた廊下の奥の壁、女一人ポツッと立ってん、じーっとこっち見てんです。はっという声が脇から上がった山下でした。あっと言った以上山下にも見えたんでしょう。まさかと、もう一遍こうよく見直してみると女の姿はありませんが、村木がスクッと立ち上がって、おい見た見たの、ほらだから見るなっつったのに、いいよあと俺どうにかするからお前ら今日帰れって、すごい剣幕です。で山下相当怖かったんでしょう。ごめんじゃあ俺行くわって、待ってましたと言わんばかりに靴履いてバチャンと出ちゃった。で私一人カップルの間に残ったって、何やぼなことありませんから、じゃあごめん俺も行くってんで後を追って廊下に出ました。この時すでに山下の姿ありません。よほど怖かったんでしょう。階段を駆け下りていくパン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 と足音だけ聞こえておりました。私も気味は悪いけれど、まあ一瞬のことでありましたし、走るほどのこっちゃない、夜中ですから気遣ってそろそろと進んでいって階段を降りていくと、一挙3階の踊り場に差し掛かるわけで、なんせさっき言ってた場所だなと思えば気になって自然足が止まったと同時に、後頭部の髪の毛がさわ、ん？はっ！うわこれだと思った。村木、女の子が踊り場に立っていたと言ってましたが、いや立ってたんじゃない、ぶら下がってんです。ゆらゆらっと揺れて、靴履いてない素足の足の甲が後頭部のあたりサバッとやるんです。見てるうちにずっと消えちゃったんだけど、これは気味が悪かった。ガーッと降りていきますと、1階で山下が待ってましてね、しまったね、早く早く大きい声出すのもない夜中なんだから、行く、うん、なんだよやべえ、なんか乗った。何にも乗らないって、いいから表出ろ。ドンと山下をついた。山下がアパートの外に一歩出た瞬間です。
山下の背中、あの女をおぶさってるんです。本人見えてない、なんかいる、気持ちが悪いっつって違和感だけ覚えてるんです。なんとか振り払おうと思ってこうやって走るもんですよ。そんな風にして走るもんだから背中の女が揺れる。体はしがみついてんですが首から向こう外れてんでしょう。頭がぐるんぐるんってやってんです。でそれはあといく私見えちゃってた。いやまずいなと思っておりましたら何の拍子かこの女の首がぐるんとこちらを向いた。髪の毛がバサッとまくれ上がった時、あの暗さでなぜそれとわかるかというぐらいはっきりと亮の目が真っ赤だった。やがて冒頭でお話の街路灯の明かりの下入った途端にふっと姿消えちゃったんですがね。まあそんなことがあって以来百物語というのは何だろうと気になって調べてみましたら、あら、一説によると高齢術の一つじゃないかという、それも相当危ないんだそうですね。何が危ないと言って、最後真っ暗がりに何かが現れたとする。現れたものにされるがままになってくださいというルールが、いやいや気味が悪いから霊能者さんとか霊媒さん呼んでお祓いしてもらった方がいいんじゃないか、いやそう思いますがな、ご法度なんです。自分たちで呼びつけにしたものを自分たちの手で払うというのはやっちゃいけないと。これつまり現れたものが悪霊悪鬼だったとして何か災いが起こるとしても責任持ちませんよという、実に非常に危ないものじゃないかという、そんな風に言われることがあるという。ははなるほど、生地か手を出していいもんじゃないのかもしれないと思ったわけですがね。さてここまで聞いていただきまして、これ冒頭でちょいと危ないお話ですと申し上げました。何が危ないのかお気づきの方もあるかもしれません。これ村木が言っております。この話最後まできっちり語りきり、最後までちゃんと聞いてしまったら話の最後、闇に紛れてその女が聞きに来ているそうですよ。今すでにあなたの部屋の暗がりか、あるいはお休み前バチンと明かりを消したその闇のどこかから真っ赤な目が二つじっと見つめることがあるのかもしれません。